スロベニア、スロベニア共和国、スロベニア共和国、通称スロベニア、スロベニアは中央ヨーロッパに位置する国で主要なヨーロッパの文化や交易の交差路である。スロベニアは西はイタリア、北はオーストリア、南や南東はクロアチア、北東でハンガリーとそれぞれ国境を接している。国土面積はで人口は205万人を要する。 欧州連合や北、大西洋条約機構の加盟国である。スロベニアでは、アルプス山脈とディナルアルプス山脈、地中海のアドリア海に沿った少ない海岸部分のヨーロッパの4つの大きな地理的な部分接している。スロベニアの国土は、モザイク状の構造で多様性に富んだ景観や、生物多様性があり、この多様性は、自然の特質と長期の人間の存在による、 主に丘陵地の気候であるが、スロベニアの国土は大陸性気候の影響を受け、プリモルスカ地方は地中海性気候に恵まれており、スロベニア北西部では高山気候が見られる。スロベニアはヨーロッパの国の中でも水が豊かな国の一つで、密度が高い河川や豊かな大水槽、かなりのカルスト地形、クラス地方はカルストの五原の地下水流がある。 スロベニアの国土の半分以上は森林に覆われている。スロベニアの集落は分散しており、一様ではない。スラブ語派やゲルマン語派、ロマンス諸語、フィン、ウゴル語派などの言語や文化のグループはスロベニアで接種領域は均質で、ないが人口数ではスロベニア人が優勢である。スロベニア語はスロベニアの唯一の公用語であるが、イタリア語やハンガリー語などは、 地域の少数言語となっている。スロベニアの大部分は宗教と分離しているが、文化やアイデンティティの面では、カトリック教会やルーテル教会の大きな影響を受けている。和小規模で輸出志向型工業化の経済でありその後の国際的な経済情勢に大きく影響を受けている。スロベニアの経済は2000年代後半に始まった欧州経済危機により厳しい痛手を負っている。 経済の主要な分野は第三次産業で工業や建設がそれに続く。多くのスロベニア人がスポーツ界で成功しており、特にウィンタースポーツ、ウォータースポーツ、登山、耐久性が要求されるエンデュランススポーツで顕著である。歴史的に現在のスロベニアの領域は多くの異なった国により支配されており、その中には ローマ帝国や新生ローマ帝国、それに続くオーストリアイコール、ハンガリー帝国が含まれる。1918年、スロベニアは国際的には認められていないものの自己決定を行使し、他民族と共同で、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国を樹立し、後に一つとなり、ユーゴスラビアとなった。第二次世界大戦中、スロベニアはナチスドイツやイタリア王国、 クロアチア独立国、ハンガリー王国に占領や併合されていた。戦後は新たに樹立したユーゴスラビア社会主義、連邦共和国の共和国の一つとなった。1991年6月に複数政党制の間接民主制を導入し、スロベニアはユーゴスラビアから独立した国となった。2004年には、NATO と EU に加盟し、2007年には、 元共産主義国としては、最初にユーロ圏に加わり、2010年には OECD に加盟している。正式な国語はスロベニア語で、リプブリカスロービニア、レプブリカスロベニア、通称はスロービニア。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・スロベニア、通称スロベニア。スロベニア共和国政府による日本語の公式表記は、スロベニア共和国。ただし、 日本の外務省による日本語の公式表記は、スロベニア共和国。通称、スロベニア。語源については、諸説ある。一つに、スラブ、スラブと同源であるとする説がある。スラブはコスラブ語で、栄光や名声を意味する、スロブに由来している。一方、言葉や会話を意味する、スローボに由来するとの説もある。旧世紀頃のスラブ民族は、 自らを、スロベーネー、スロービン、同じ言葉を話すイコール意思疎通ができる人々と呼んでいたとレール。現代英語で、スロベニア人に対する総称、デモニムは、スロービニエンとスロービンであるが、後者は常日のスロービンに由来する。6世紀頃に、南スラブ人が定着する。7世紀には、初の南スラブ系のカランタン人による国家である。 カランタニア公国が成立する。カランタニアは、その後、バイエルン人、ついでフランク王国の支配下に入る。この地域はその後も、フランクの医療として扱われ、14世紀以降、東フランク王国、すなわち後の神聖ローマ帝国に編入された。そのために、同様に神聖ローマ帝国領となった、現在のチェッコとも、土星法文化とカトリック教会の影響を強く受け、 他の南スラブ人地域と異なった歴史的性格をスロベニアにもたらすことになる。15世紀にはハプスブルク家、オーストリア公国の所領となり、以降オーストリア大公国、オーストリア帝国そして1867年にオーストリアイコール、ハンガリー帝国領となった。19世紀初頭、ナポレオン・ボナパルトのフランス帝国による支配を受ける。 リブラナはフランス第一帝政イリュリア州の首都だった。フランス統治下ではイリュリア州が設置され、スロベニア語が州の公用語の一つとなった。1809年から1813年の間、リブラナはフランス第一帝政イリュリア州の首都だった。これは、スロベニア語が公的地位を得た初めてのことであり、文語としてのスロベニア語の発展は勢いづいた。ナポレオンが去ると、 ウィーン会議で締結された議定書によって再びオーストリアとなった。その後1918年に第一次世界大戦が終了し、オーストリアイコールハンガリー帝国が解体されるとセルビア王国の主張する南スラブ人連合王国構想に参加。セルビア・クロアチア・スロベニア王国の成立に加わった。この際スロベニアの一部地域ではオーストリアとの経済的、 文化的な結びつきが強かったため、住民投票が行われ、オーストリアに帰属するか、スロベニア、セルビア、クロアチア、スロベニア王国に帰属するかを、住民投票で決めた地域が存在する。この王国は、1929年に、ユーゴスラビア王国に改称した。1941年に、ユーゴスラビアに、数軸国が侵入すると、スロベニアは、 ナチスドイツの占領下に置かれた。西に接するイタリア王国は、スロベニア沿岸地方を自国の領土と考えていたため、ベニートムッソリーニ式下のイタリア軍によって、首都リブリアナを占領され、北東の一部の地域はハンガリーが占領。さらに、クロアチア独立国が成立すると、イタリア占領地域の内南東部クロアチア統治下となり、スロベニア人の住む地域は、 都合四つの勢力、実質的には三勢力によって分断された。占領に反対したウハナショナリストたちは、ロンドンに逃れたユーゴスラビア王国亡命府を支持、したが、後に、数軸陣営に加わった。他方、共産主義者たちは、ヨシップブロズチ島のパルチザンに加わり、ドイツ軍などと戦った。パルチザンはスロベニアを含むユーゴスラビア全土を武力で、ドイツ軍から解放した。 大戦前はイタリア領とされていたイストリア半島、イストラ半島はユーゴスラビア領となり、スロベニアはコペル周辺で海岸線を手に入れることとなった。また、スロベニア人が多く住むオーストリアのケルンテン州の一部も求めたが、この要求は認められなかった。1945年、社会主義体制となったユーゴスラビアに復帰し、 ユーゴスラビアの構成国スロベニア人民共和国となる。ユーゴスラビアでは戦後一貫して政治、経済の文言言が進められていた。社会主義のユーゴスラビアはソビエト連邦の影響下に置かれた東側諸国とは異なる独自の路線をとっていた。政治の文献化と自主管理社会主義はその典型例であり、政治においては連邦から共和国、そして 自治体へと権限が移管され、経済でも末端の職場に大きな権限が与えられていた。そのためそれぞれの地域では、その地域性を生かした独自の経済政策を取ることが可能であった。また、ユーゴスラビアがソビエト連邦と距離を置き、西側諸国との友好関係を維持していたことも、スロベニアには有利に働いた。中央の意向に縛られることなく、 西側諸国に隣接する先進的工業地帯というスロベニアの利点を最大限に発揮できたため、スロベニア経済は大きく発展し、1980年代になると他のユーゴスラビア内の諸地域に大きく差をつけるようになっていた。政治に関しては、ユーゴスラビアでは比較的言論の自由が認められており、またその地方文献政策によってスロベニアを はじめ、各共和国は大きな裁量を手にしていた。スロベニアでは、さらなる独自の権限を求める声、連邦からの独立を求める声は次第に高まっていった。1980年代にユーゴスラビアが経済苦境に陥ると、スロベニアではその原因が連邦にあると考えた。連邦は、通貨発行など一部の経済政策のみを握っていたが、 経済改革を進めるために過度に文献化した経済政策の集権化を求めていた。また、経済先進地域であるスロベニアが連邦に支払う負担金がコスボやマケドニアなどの貧しい地域のために使われているという不満から、スロベニア共和国は連邦政府の経済改革を妨害し、連邦に対して支払う負担金を一方的に削減し、 連邦に対する反発をあらわにしていった。さらに、セルビアでは、ユーゴスラビア連邦における、セルビア人の支配力拡大を狙う、セルビア民族主義者のスロボダン・ミロシェヴィッチが台頭し、ミロシェヴィッチは、モンテネグロ、ボイボディナ、コスボの政府を乗っ取って支配力を強め、スロベニアに対しても圧力を強めていた。こうしたことによって、スロベニアは、 連邦からの離脱を決意した。連邦からの離脱権を明記した新しい共和国憲法を制定すると議会での決定と住民投票を経て1991年6月にユーゴスラビアとの連邦解消とスロベニアの独立を宣言した。短期的、小規模な10日間戦争を経てスロベニアは完全独立を果たした。1992年5月。 連邦構成国だった隣国、クロアチア、同じく連邦内にあったボスニア・ヘルツェゴビナと同時に国際連合に加盟いた。同時期に連邦を離脱したクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナでは激しい内戦が続いた中、スロベニアではユーゴスラビアという市場を失ったこともあり、1991年から1992年にかけて経済不振が続いたものの、その後は ヨーロッパ志向を強め、経済は回復に向かった。政治面においては、ユーゴスラビア離脱前から民主的な制度の整備が強力に進めれてきたこともあり、他のどの旧ユーゴスラビア諸国よりも早く民主的体制が整えられていった。2004年3月には NATO に同年5月1日に欧州連合 EU に加盟した。2008年には 2004年に新規加盟した国々の中で初めて欧州連合の議長国を務め、同年2月にコスボが独立を宣言したことによる一連の危機の対応にあたるなど議長国として欧州連合の中で指導力を発揮した。ユーゴスラビア末期の壊滅的な経済苦境、そして台頭するセルビア民族主義への反発から、 スロベニアはユーゴスラビアからの独立を施行するようになった。1989年9月には、ユーゴスラビア連邦から合法的に離脱する権利を記したスロベニア共和国憲法の改正案が共和国議会を通過する。1990年4月、第二次世界大戦後初の自由選挙を実施。共産党政権は過半数の票を集めることができず。 野党連合のデモスが勝利した。首相には、第三党のスロベニアキリスト共民主党のロイゼ・ペテルレ党首が選ばれている。同時に、共産党の改革派だったミラン・クーチャンが大統領となった。1991年6月に独立を発表すると、スロベニア国内に基地を置いていたユーゴスラビア連邦軍と戦闘状態に入るが、7月には停戦に成功。 同年10月には連邦側が独立を認めた。12月23日には現在の憲法が有効となり、複数政党制と大統領制が確立する。1992年12月には独立後、第一回となる大統領選挙を実施、ミラン・クーちゃんが選ばれた。同志は1997年11月にも再選されている。 2000年10月の総選挙では自由民主主義党が第一党となったため連立政権が発足した。2002年12月の大統領選挙ではヤネスドルノーシェク首相が当選した。2007年12月、リブブラナ大学法学部副学部長のダニロ・トゥルクが大統領に就任した。国家元首の大統領は任期5年で国民の直接選挙によって選出される。 行政府の長である首相は、議会の会員が総選挙後に選出し、大統領によって任命される。立法府は、両院制をとっている。会員、国民議会は、定数90で、うち40議席を小選挙区で、残る50議席を比例代表で選出する、小選挙区比例代表併用制。任期は4年。上院、国民評議会は、定数40で、 各種団体による間接選挙で選出される。任期は5年。上院の立法権限は、下院よりも弱く、諮問機関としての性格が強いが、国民投票を行うか否かの決断を下す、権限を有する。主要政党は、中道左派の現代中央党、2015年3月7日に、ミロ・セラル党から、解消と、中道右派のスロベニア民主党である。 2014年7月に行われた国民議会議員選挙では、新党、ミロツラル党が第一党、スロベニア民主党が第二党となった。これを受けて、翌月、国民議会はミロツラル党の党首で、法律家のミロエラルを首相として承認した。スロベニアは、ユーゴスラビア時代から経済的な先進地域であり、ユーゴスラビア紛争が収束する中で、セルビア人、 クロアチア人労働者を受け入れてきた。しかし、EU では EU 内の労働者の移動、就労は自由化されるが、一方で EU 外の労働者の受け入れは厳しく制限される。そのため、2004年の EU 加盟に前後して、セルビア人労働者を制限する方向に転しており、大きな政治焦点になっている。スロベニアが独立した1年後の1992年に、日本、 スロベニア両国が国交を結んだ。翌1993年、東京に在日スロベニア大使館が設置された。2006年には、スロベニアで、日本の在スロベニア大使館が開かれた。2013年には、ボルト・パホル大統領が訪日し、続いて、日本の文み人新能、同比両殿下がスロベニアを訪れた。さらに、2015年には、 武藤陽次外務副大臣らがスロベニアを訪れた。また、2016年9月30日に、岸忍外務副大臣とシモナレスコバル、中日スロベニア大使との間で、租税条約の署名が行われた。続く2016年10月には、ミロ・チェーラル首相が日本を訪問し、安倍首相と共に二国間関係を確認した。スロベニアは、193の市、自治体に分かれる。 そのうち特に人口の多い十一の市は特別の地位にある日本の政令指定都市に相当。以下に挙げるのはその十一の市で、カッコ内はドイツ語、イタリア語名。その他の都市、スロベニアはアルプス山脈の南端、スロベニアアルプスの山々のふもとに位置する山岳国である。登山や山岳スキーに世界中から観光客がやってくるスロベニアアルプスは、 オーストリアとの国境もなっている。また、イタリアのトリエステとクロアチアの世界遺産プーラに挟まれたアドリア海の最大の海岸線の一部も国土であり、バカンス向きのリゾート地となっている。アルプスとアドリア海の両方を持つ、風光明媚な国である。これに対し、クロアチアへと続くスロベニアの内陸部は、石灰岩からなるカルスト地形で荒涼とした風景が広がる。 不毛の土地である。もともと地理用語のカルスト地形はスロベニアの地名に由来しており、クロアチア国境に近いクラス地方、クラスドイツ語名、カルストがカルストの語源である。カルスト地形の窪地、穴を表すドリーネもスロベニア語の谷に由来する。スロベニアは鍾乳洞の宝庫で、リブラナの西には巨大なポストイナ鍾乳洞がある。延長 24km に及ぶ 首都リブラアナからハンガリーにかけては、ハンガリー大平原の西の端、国葬地帯である。そして、スロベニアは、ハンガリーと共に隠れた温泉国でもある。1991年10月のユーゴスラビア連邦からの離脱により、既存の連邦市場から切り離されたこと、連邦内の分業体制から外れたことにより、一時的に経済が不安定化した。 独立時に導入した新通貨トラールの信用も高くはなかった。しかし連邦内の内戦からは距離を置くことができたため、交通輸送、エネルギーなどの社会的インフラを無傷で保持できた。このため、経済成長にも限りが見えない。例えば、2000年の GDP は前年比4.6%成長しており、その後も3%、2.9%と順調に推移している。 旧共産圏随一の生活水準を誇り、国民一人当たりの GDP はポルトガルを上回る。失業率は2000年時点で11.9%と、イタリアを含む周辺諸国と同水準である。近年は消費者物価の上昇に悩まされており、2000年以降、消費者物価の上昇率は8から9%と高い。リーマンショック後はスロベニア、 史上最悪の経済危機にあり、近いうちに国際的な救済措置を受ける事態に陥るのではないかという報道が出ていた。ユーゴスラビア連邦内では工業を担っていた。繊維産業を筆頭に、組み立てを含む電気機器製造、金属化工業が充実している。農業国でもある。主食となる穀物栽培と商品作物の生産にバランスが取れていることが、 特徴。貿易では、機械の加工貿易の比重が極めて高い。通貨については、インフレ率の低下などに伴い基準を満たしたため、EU の新規加盟国の先頭として2007年1月1日にユーロへ移行している。2010年には、エストニア、イスラエルと共に OECD に加盟している。なお、以下の統計資料は、 FAO の FAO プロダクションアブック2002などを用いた。地下資源には恵まれておらず、石灰岩以外には天然ガスと品質の低い石炭を産出するのみである。しかしながら、自国の石炭と豊富な水力をエネルギー源として利用できるため、貿易に占める化石燃料の比率は12%と高くない。主な産出値を挙げると、原油や天然ガスは フレクムリエ地方、水銀鉱山は、イドリア、ただし1977年に廃止された、石炭は、トルボブリエ、ザゴリエオプサビ、フラストニク、アタン鉱山は、ノボメストである。電力生産は116億8200万、キロワット時で、内訳は、火力が40%、水力が25%、原子力が35%である。1993年。 工業では、絹織物の生産が際立つ。生産量1036万平方メートル、1995年は、世界第10位である。麻薬生成の原料である、無水作産の欧州量が世界で最も多い。全土が、欠片の気候区分でいう温暖湿潤気候と、西岸海洋性気候に覆われているため、気候は農業に向いている。しかしながら、 起伏に富んだ地形が広がるため、高地面積は全土の14.1%と少ない。ビールの原料となるホップ生産は2002年時点で世界第8位、シェア2.0%を占める2000トン、蛇列での栽培が盛ん。主食となる穀物では、約2、3がトウモロコシ、残りが小麦。漁業は未発達であり、 年間漁獲口は2000トンに達しない。国草地帯は平坦な土地が広がるリブラナ周辺やプレクムリエ地方である。また、ブドウの栽培とワインの醸造は古い歴史を持ち、ポドラベやポサベ、プリモルスカなどで年間8000万から9000万リットルのワインが製造されている。牛や豚、羊などの家畜も飼育されており、そしてカルスト地方のリブニツァという村では、 昔からウィーンの宮廷でパレードなどに使われる偽典用馬の飼育がなされている。2002年時点では輸入額109億ドルに対し輸出額が95億ドルであるため貿易赤字の状態である。これを11億ドルの観光収入などで埋め合わせているため貿易外収支を含めるとバランスの取れた状態であると言える。貿易依存度は輸出43.1% 輸入49.8%と非常に高い。例えば隣国イタリアはいずれも20%程度。国際貿易港はコペルである。他にもピランとイゾラに小さな港がある。2002年時点では主な輸入品目は工業製品であり、金額にして80%を超える。ついで原料、燃料、食料品である。材木では一般機械。 自動車、電気機械の順。輸入相手国は、ドイツ、19.1%、イタリア、フランスの順であり、単 EU が60%を超える。旧ユーゴスラビア諸国に対しては、クロアチアが3.6%と最も高いが、輸入相手国としては重要ではない。主な輸出品目は、工業製品であり、金額ベースで90%を超える。 輸入品目と合わせると、スロベニアが加工貿易に強いことが理解できる。材目では、電気機械、自動車、一般機械の順である。輸出相手国は、ドイツ、24.7%、イタリア、クロアチアの順である。2003年時点で、輸入9665万ドルに対し、輸出3172万ドルと、貿易赤字である。 主な輸入品目は自動車58.0%オートバイ、医薬品、輸出品目は衣類、家具、スキー用品となっている。リュブラナ大学とマリボル大学その他の一般講座で日本語教育が実施されている。2010年からスロベニアの経済に投資している。日本では1998年にはトヨタ自動車株式会社の海外支部である。 トヨタアドリアが成立し、輸出入輸出入に関する事業を行っている。また、安川電機は2018年までに、リブニツァに新たな工場を建設する予定である。現場では、170人の仕事場を作る予定であり、全投資予算数は2100万ユーロとされている。2016年には、関西ペイント株式会社がヘリオスを買収し、新製品の開発を行う見通しがある。 その他にもパナソニック株式会社はゴレニエゴオンチに投資しており株式会社大変はボムリエ地方プレクムリエ地方で大変バルストローイを建設した未だスロベニアから日本経済への投資は著しくないが2017年2月にはスラットナアジア社が日本に創設され同社はスキー用品の販売を開始するとと,ともに 日本を含むアジア各国のスキー場施設の幅広いビジネスを展開する予定である。代表的な観光資源は首都リュブラナ、アルプス山脈、トリグラウ山、2864メートル、ブレッド、ボーヒニなど、アドリア海、コペル、ピラン、カルスト地方の洞窟、シュコツヤン洞窟群、ポストイナ、温泉である。住民は、 スロベニア人が89%、旧ユーゴスラビア系の住民、クロアチア人、セルビア人、ボシュニャク人などが10%、マジャル人、ハンガリー人やイタリア人が0.5%である。マジャル人とイタリア人は議会内に1議席ずつ代表を持つ。ドイツ系住民は他の国と比較すると多くない。言語はスロベニア語が公用語になっている。ユーゴスラビア時代、 多くの国民は教育によってセルビア・クロアチア語を習得しており、一定以上の世代ではセルビア・クロアチア語の通用度外。独立語の教育では第二言語としては英語が最もよく教えられているが、ドイツ語も広く通用する。宗教はローマ・カトリックが二三以上、その他は無信論者、東方正教、主にセルビア正教、マケドニア正教、 イスラム教などである。スロベニア出身の特に著名な哲学者として、ラカン派精神分析とカントなどのドイツ関連論、ヘーゲル、映画を組み合わせて、グローバル資本主義を分析する、マルクス主義者、スラボイ・ジジェクノが挙げられる。ジジェクの他に、ラカンに影響を受けた哲学者としては、アレンカ・ジュパンチッチなどが存在する。ドレンスカ地方のコステルチックには、 チュースパイスというシチューのような伝統料理がある。スロベニア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が一軒存在する。スロベニアは国内に数多くのスキーリゾートを抱えていることからスノースポーツが盛んである。中でもクランスカ・ゴーラにおけるアルペンスキーや世界最大のジャンプ台を要するプラニッツァにおけるスキージャンプは世界的にも有名である。 一方、ヨーロッパの国の中では、サッカーは人気があるスポーツではなかったが、その中で2000年のヨーロッパ選手権本大会、2002年の FIFA フフワールドカップ本大会に出場したことは、国内外で大きな驚きとともに捉えられ、新興国スロベニアの知名度を高めることになった。なお、2010年の FIFA フフワールドカップ本大会に大会ぶりに出場した。なお、 日本の J リーグにおけるスロベニア国籍選手は2016年現在5人おり、これはブラジル、韓国に次いで第3位の数字である。人口わずか200万足らずにもかかわらず多数の NBA 選手やヨーロッパを代表する選手を輩出している欧州でも有数の競合国。国内には数多くの NBA 選手や有名選手を輩出してきた通称と呼ばれる。 プロバスケットボールリーグを持つ。代表チームの課題は、有力な選手の多くが NBA に行っているため、オフシーズンの代表招集で常にベストメンバーが揃わないことがある。そんな中でも、バスケットボール、欧州選手権、通称、ユーロバスケットでは、2005年には6位に入賞し、独立5発の世界選手権出場をつかんだ。翌年日本で開催された世界選手権では、 予選リーグを突破し、決勝トーナメントに駒を進め、ベスト16入り、最終順位12位を獲得した。2007年には、北京オリンピックの欧州予選を兼ねた2007年ユーロバスケットにおいて、7位、決定戦で、トニー・パーカー率いるフランスを破り、最後の最後でなんとか世界最終予選の切符を獲得したが、この世界最終予選の決勝トーナメントで、プエルトリコに敗れ、 独立後発のオリンピック出場の夢は叶わなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。